これ。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあリオンさんにストーカーします。やばいで。また同じまた同じなんやけど、マジこんなことある？え、なんか緑の人 いない？いるよね。あれ、私だけ？あれ、ごめん。まあまあいいんじゃない、一回普通に続けましょう。じゃあ、いいのかな、この人無視して。じゃあいいよ、多分止まってるんだったら大丈夫。分かった、ごめんなさいね。じゃあ、見えてない人にとってはわけわかる。せっかくの2連のリオンさんとのあれが。確かにさ、これタスクないよみたいな聞かれたらちょっとみたいになっちゃうよね。原子炉リセット。あ、今倒すべきやったか。綺麗なとこ置いとった方がいいな。ああ。はいはいはい。あ、まあ、誰もしない。え、うえ、私投票画面にも実在しますね。怖い。え、うちにはいないです。あ、じゃあ私だけが見えてる幽霊。感動が。唐突にホラーになるじゃん。いや、ちょっと、まあ、多分リュウイさん以外は多分いない。大丈夫なんですかね。ちょっとね、あの。なんでだろう。私の配信見てる人だけがわかるっていう。怖まあまあまあ、どうしようか、これ、まあ、どうなるんだろう。ちょっとやば、どうなるんだろう。続けていいんじゃない。まあ一応センターさんが殺してないことだけは証明する、その リポート。場所どこなの、うん、場所はね、ナビゲーションの前ですね。そう、ナビゲーションの前に転がってて、そう、あの一緒に発見してるからセンターさん殺してない、ね、ウェポン側から。それまではずっと一緒にいらっしゃったってことで大丈夫ですか？いや、直前ですね。そう、直前ですけど、はい、あの位置的に、あの位置っていうか、あの歩いてた方向的に、あの、なんだろう、死体側から来た感覚ではなかった。わかりました。パンダさんを殺したのはセンターさんではないってことで。でもリオンさん、リオンさんどこにいたんだろう。それはわからないですね。リオンさん一緒にあのリアクター止めたよね。止めた。ああ、じゃあ、あの辺で亡くなったんですか？早くないよ、普通にまっすぐ言ってるよ。だって多分朝倉さんとすれ違ってるよ、私。だってはい、すれ違いましたね。リオンさん最終位ってどこだって。ん、 リアクターにセンターさんとほぼ同時に見てる死体を。あれナビゲーションではなかったですかね。あれ、言い間違えた今。うん、普通ごめん、ナビゲーション、ナビゲーション。あ、はい、最終位置ナビゲーション。嘘、ナビゲーション発見されたって言ってましたよね今。え、本当だよ。だって私朝倉さんとすれ違ってるもん本当に。朝倉さん、どこですれ違ったの？私がアッパーエンジンでリオンさんとすれ違っています。そうだから弁当使ってないのも分かるはずだよ。いや、なおさら、はい、でも、ね、それで証言できる。私もリオンさんとすれ違ってて、カフェテリアからアッパーエンジンの間のメドベイの前ぐらいの通路で1回。ゆいさんが後ろから来てたのも見ました。間に合う、普通に間に合う、普通に間に合う。でもいたよ、ゆいさんに聞いてる。間に合いそう、そのリオンさんがその位置から。いや、ちょっと、だよね、ちょっと厳しいんじゃない。ナビゲーションって言ってなかったっけ。ナビゲーション、ナビゲーションだ。それは言い間違えたの。え、どっち。うちは間に合うとは思います。うん、あ、リアクターなのね。死ぬよ、死ぬよ。今6人だよ。ちょ、もうダメだ。これ厳しいな、人数的に。アドミン、これダブルキルさ、ガチか。リオンさんと一緒にいればいいのか、これ。終わらせん、終わらせん、終わらせん。ありがとうございます。
い、押した。はいはいはい、あ、タスク終わりのあれかと思ってびっくりした。ちゃう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 。そっか、6人だから、ここ今2人いっちゃうから。ああ、なるほど。どう、リオンさんはリアクターであれば間に合うと思うよ。最初、ナビゲーション無理じゃないって言ってたから、ナビゲーション絶対無理だと思う。でナビゲーションに到達して死体を発見するっていうのは時間はあるとは思ってます。うん、いや、ナビゲーションの前ね、ちなみに、うん。中じゃなくて。中じゃないよ。入ってないよ、私言ったけど。廊下って感じか。さんとはどこと一緒、どこで一緒になりましたか？カフェテリアの手前、まあ手前でか、そのボタンと、はい、ナビゲーションの間ぐらいかな。だから、うん、歩いてきた方的にその先端さんは無理っていう、うん、先端さんはそれは証明できますか？うん、はい、わかりました。そしたら別にそれは怪しくないんじゃないかなと思ってます。いや、そうだから、そんな距離的な問題でむしろなんでそんな矛先をリオンさんに向けてくるのかっていう。その前に殺してたらわからないです。リアクターでリクさんを殺してからとかだったらちょっとわからないです。リアクターいないのは証明できる、うん、てかむしろ右側にいた人を洗った方がいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、はい、私リアクターにいました。最後の押された時は左にいましたね。私もいました。だから先端さんとリオンさんが二郎ってことはありますか？でお互いかばってたら全然この証言はできるなと思ったんですけど、うん、同じ、うん、そう思ってるから、まあ、そう思ってるから今こうやって質問してる、うんうんって言われても私は普通に証明できるんだけどな。まあでも私してもそれが一番の方かな。何がですか？リオンさん、センターさんが一番多分の方な気がする。リオンさんとセンターさんが一人ずつ殺して、うんうんうん、報告している。うん。わかりました。いいと思います。うん。何回も言うけど、今押した時点はさせてほしいんだけど、これ、あのここを逃すと本当に死ぬから、ちょあの投票して。まあね、まあ二郎いるからね。うん。確かにな。うん、夢富士さんが、うん、狼だ、狼っていうかインポスターだったら別に押さない気はしてます。うん。ああ、そうなるのか。普通にいろんな人とすれ違ったのにな。されてんだよ。ポート戦の方が良かったか。あと何人？五人だよね。さんは絶対殺しちゃいけないよな。会議した方が良かった。死体消してどうやってやるんですか？
あこれ今やるべきだったか、ちょっと厳しいなこれ。死んでません、はい、あ死んでないので、まず2浪はありえない。うん、うん、私タッコ1だったじゃないか。死んでないかでちょっと確認したくて押しました。オッケーオッケーオッケー。タスク終わりましたので私はタスク終わってません。あと左側なんですけど、朝倉さんがどうしても右に行きたくん、じゃあ右にタスクあるんだけど、朝倉さんがすごい左でタスクやりたがってそうだったんで、ずっとついてきてる。ありがとうございます。そうか、そこの夢富士さんと朝倉さん2人とも終わってないんですね。終わってないです。だったら私あと1個なんだよな、どうしようかな。正直さっき言った通り、リオンさんでここでもう連れてると思ってるし、でその証言を、あの先端さんが殺してないって証言をしたのもリオンさんだから、うん、割と先端さんが黒い位置にはなると思う。まあそうなっちゃいますよね。パンダさんをそのどのタイミングで誰が殺したかっていうのが分かんないんですよね。ただ私先端さんと今ナビゲーションのあたりで結構一緒になったんですけど、2人だったんで殺される機会は全然あったなと思って、うん、今の時点で。いやーわかる、私もそういう場面何度かありました。そこはそうなるとどうも言えないけど、まあ多分リオンさんに連れてるんじゃないかっていうのが一個、うん、今時点で。先端さんはタスク終わってるんですか。いやあとちょっとですね。うん、どうしよう。まあ、スキップかな。スキップで、朝倉さんはあとどこになります。いや、右は右もあります。あ、言わない方がいい。左もあります。言わない方がいいか。ごめんごめん。右もあり、終わった人は誰かついてった方がいいですかね。セリカさんが終わってるんでしたよ、ね、うん、私は終わります。セリカはだったらセリカさんと、セリカさんと先端さんとかってセリカさん死んじゃいますか。いやでも死んでも一郎だったら絶対センターさんってわかるから、じゃあついていきます。夢富士さんは人間だと思ってます。マジかな朝倉さん。いやでも、殺してもバレないところ結構あったと思うから、割と朝倉さん白目では見てます。はい、はいかな。はあ、会議起こったら下消えるんだ。あ、じゃあ押せばよかったな。ちょっと慌てて押しちゃったな。なるほどね。これ無理じゃねこれ。監視させたら三切りするしかない、バレないように。ないんだよな。ユーさんめっちゃ逃げてる。逃げてるけど、クールタイム終わんねえんだよ、これ。クールタイム終わんないよ、これ。クールタイム。これ、合流していくしかねえ。いけるかこれ。いけるっていけちゃうのかこれ。上がっちゃったね。ああなんか勝っちゃった。マジかよ。めっちゃその状況でさ、その状況でめっちゃ逃げてると思って。あんなに。結構したの初めてだよ。マジか、足りんか、タック。こんなことあんの。センターさん、リオさんマジかよ。
めちゃめちゃ頑張ったよ。ナイス。いやーすごいわ、これは見事だわ。じゃあめっちゃカフェテリアでしっかりとすれ違ってたの。あ、カフェテリアだったんですか。いや位置がちょっと悪かったね。最後ね、最後にゆいさんが左から回らないで直進してテーブルの前に行ってれば勝てたかもしれない。センターさんめっちゃ一人でいるのに全然なんか怪しまれずみんなめっちゃ周りいるやんみたいな。そうなんか、やっぱなんであそこで鳴らあれうち鳴らせたっけ、鳴らせるから鳴らせばよかったですね。ちょっとそう朝倉さんがあのまままっすぐ行ったら死体があったね。うん、いやもう意地でも意地でも死体にね近づけさせないようにめちゃくちゃいやナイスサポートですね。素晴らしい素晴らしい。目の前にねアドミンで見てたんですよね、ゆいさんのことを。だからあまだ生きてるんだって思っちゃった。ゆいさんがごめんって あれエマージェンシーを押そうとしててあーみたいな。押せないからな。うん、なさ左からさ、うん、もう一人でさ、ふらーって先端さ。そう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 。これは絶対やばい。って思ったらそのタイミングで閉じ込めてくれて、あのクールタイム終わるまでずっと追いかけっこしてました、ゆいさんと。うん、待って待ってって。でもこれで次からもっとタスクモリモリで視界を狭くしてやりますね。いいですよね。ちょっとこの勝ち方は新しいな。なんか。そうか、ちょっとね、そこだって言って、そこだやれっつってヒーローショーみたいな。タスク間に合わなかったか。あのこれ動画にしていいですかこれ。え、タスク多分あと1個とかだよね。はい、うちがまだあと1個でした、ね。ああ、そっか。もうちょっとついて行かせすぎたな。申し訳ねえ。ああ、マジユイさんが必死になって逃げてんの超。くる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 しながら。ぐる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 で怖かった。ビットバイで依頼者だったな。あ、でもね、逃げてる逃げてる。あ、でもあれだぞ、リオンさん言っとくよ、本当にまっすぐ行って間に合った距離だからな、あれ。あ、リオンさん黒いな。私はさ、あれって終わって、なんかそれよりもだんだんなんか証言のね、なんか先頭さんを殺してないとか、あの辺がやっぱちょっと怪しかった、うんうん、なんか距離よりもなんかそっちの方が気になったから、うんうんうん、あの2人絶対グルだと思ったから、決してもよかったな。先端さんすごい申し訳ないし、逃げ方したから、なんか英語頑張ろうと思ったら、なんかすごい綺麗にうまくいってしまった。素晴らしい。誰か死体見つけてくれたら、絶対先端さんだって証明できるのにと。ね、誰も来ない、こっちと。左と右だったから。そりゃそうだ、近づけさせてないからな、日本さん。やるなすごい。